回紹介するグレイラー起伏新作1万円分アイテムはこちらになります。この後すべて着用して詳しく紹介していきたいと思いますので、よかったら見ていてください。はい、ここからは商品を着用して紹介していきたいと思います。まず私が着用しているのがこちらの防体ニットワンピース、私はモカの M サイズを購入しました。こちらのワンピースなんですけれども、全部ニット素材でできているニットワンピースになります。かわいい。結構丈感もそんなに短すぎないのがすごく私的にはありがたいなと思っているポイントで、身長が164センチあるので、こういうミニ丈のワンピースってこうちょっと通販で買うのが不安だったりとかするんですけど、このワンピースはもうほんと膝これぐらいですね、もう膝ちょっと上ぐらいの丈感なので、お尻とかも全然気にせずに着ることができて、すごく買ってよかったなと思っているワンピースです。モカの色なんですけど、なんだろうな、チョコレートブラウンみたいな感じのちょっとくすんだ感じのカラーで大人っぽくて、すごくそこも可愛いなと思ってます。はい、でこのリボンなんですけど、リボンはちょっと太めに作られていて、自分でこう結ぶような形になります。なんか結構こういうリボンが真ん中に大きくついてるタイプのお洋服結構今年出てるので、なんか可愛いなと思って購入してみました。はい、お袖なんですけど、こんな感じで、はい、ちゃんとね、ある程度長さがこう手首まであるような感じで、こうやって着ても可愛いんですけど、さっきみたいにちょっと手首見せるような形で着ても、こうお袖のこうボリューム感が出て可愛いのかなと思います。後でアップで紹介したいと思います。はい、アップで撮ってみました。こんな感じです。可愛い。このリボンが結構大きくて太く作られてるのがレトロ可愛いなっていう感じで、すごくおすすめです。はい、ちょっと後ろも見ていきたいと思うんですけど、はい、後ろはこんな感じですね。可愛い。なんかやっぱりお尻もすっぽり隠れるし、こう膝上の丈なのですごく安心感がありますね。ありがたい。はい、ありがたいです。で、お袖ですね。お袖はちょっとこういう感じのボリュームスリーブっぽい感じになっていて、手首までこういう感じで伸ばすと、ここのこうここの部分がね、ちょっと長く作られてるんですよね。リブニットっぽいような感じで、ここのお袖の部分が、それがすごく可愛らしくて、こういう感じで着ても可愛いし、さっきみたいにこんな感じですね、はい、お袖のボリューム感を出すという感じで着ることもできます。はい、丈感も膝上っていう感じなので、すごくこう品よく着ることができて、お値段に見えないですね。買ってよかったなと思ってます。はい、続いてなんですけれども、こちらに置いてあるブーツですね、ロングブーツを紹介していきたいと思います。はい、このワンピースに合わせようと思って購入したブーツなんですけれども、今、はい、ここへ後で履こうかなと思うんですけど、はい、こちらはですね、スクエアトゥーロングブーツ、アイボリーの 23.5 センチを購入しました。私普段 23.5 センチか23センチの靴を履いてるんですけど、だいたい最近は 23.5 にすることが多いので、なんか結構まあ冬とか秋とかって靴下とかタイツとかを履いて、ね、ストッキングとか履いて履くことも多いので、まあ、23.5 を買うようにしてるんですけど、今回も同じで 23.5 を購入しました。はい、めちゃめちゃ可愛いんですよね。ちょっとアイボリーっぽい、なんか真っ白ではなくて、こうちょっとアイボリーエクリュっぽいような色合いなのか、すごく可愛いなと思って、あとポイントはスクエア2になっていることと、あとここのチャンキーヒールですね、後でちょっとアップで紹介していきたいと思うんですけれども、まずは着用した画像をお見せしたいと思います。はい、ブーツ履いてみました。こんな感じです。可愛い。ヒールはそんなに高くないんですけど、全くぺったんこっていうわけじゃなくて、ちょっとあるので、それもスタイルアップしてくれつつ歩きやすいみたいな、すごい買ってよかったです。かわいい。私足がギリシャ型って言って、親指よりも人差し指の方が長いんですけど、そういう人はこういうスクエア2 の, ブーツとか履くと足があまり痛くなく履けるかなと思うので、結構スクエア2を好んで履くようにしてます。こんな感じで横から、はい、見るとこんな感じですね。かわいい。はい、チャンキーヒールもなんかレトロっぽい感じで可愛いと思います。はい、すごく歩きやすくておすすめです。こんな感じで、ロングブーツ
とミニ丈のこういうワンピースとかってすごく相性がいいと思うので、こう私は骨格ウェーブ型なんですけど、なるべく上にボリュームを持ってくるようにするとこういうあのロングブーツとこうミニ丈っていうのが合わせやすいかなと思います。このお洋服は結構ここにこう胸元にボリュームがあったり、あとお袖の部分にボリュームがあって、ここの部分にこうボリュームがあるんですよね。なのでこう重心がちょっと上の方にこう見える感じになるので、こう下こうやってすっきり見せても、こうなんかロングブーツとか履いてもあまりこう下に目線がいかないようになると思うので、ちょっと意識してお洋服を選んでる感じにしてます。はい、こんな感じです。はい、アップで撮ってみました。こちらですね。はい、ロングブーツになります。先ほど言ったようにこうスクエアトゥーって言ってね、ここの部分がこうまっすぐになっているタイプ、こうとんがっているタイプだと私は足が結構痛くなっちゃうので、ここがこう平らになっているものを選んでます。はい、で色もね、ちょっと見えるかな、真っ白じゃないんですよね、アイボリーっぽいような色になってて、でこの横がね開きます、パカッと、はいパカッと開くのですごく履きやすいです。で中がなんていうのかな、ちょっとね柔らかい素材になってるんですよね。なのでちょっとここにクッションっぽいような、ちょっと柔らかいんですよ。なので履いた時の履き心地がすごくいいかなと思います。でこういう感じでちょっと締めて、はい、こんな感じになります。ヒールはね黒ですね。何センチぐらいかな、でも4センチぐらいかな、 4,5 センチぐらいだと思います。そんなにこれ太いヒールだとねそこまで疲れないと思うので、まあ、なんか結構私歩いてて疲れちゃうタイプなので、これぐらいのヒールがいいかなと思ってこれを購入しました。身長の高い人にもおすすめしたいアイテムです。はい、続いて紹介するのはビッグカラーフリルニットトップス、ブラックオフ白 M サイズを購入しました。はい、ブラックオフ白っていうのはこのブラックのニットとこのオフ白オフホワイトの襟っていうことだと思うんですけれども、こんな感じで大きい襟がついてるニットトップスになります。割とねゆったりしている感じで、お袖も長いしここの丈も長いです。なんかクロップド丈とかじゃなくて結構しっかりおへそのぐらいまでは丈があるような長さのタイプのものになっていて、後でアップで紹介するんですけど、ここのとこがフリルになってたりとかする、ちょっとお袖もねこうデザインが入ってたりとかして可愛いです。めちゃめちゃすごく気に入ってるのがこの襟なんですよね。襟の部分もニットで作られててすごい可愛いんですよ。でなんかすごい大きく作られてて、よいしょ、ちょっと後ろもこんな感じで、はい、大きめの襟がついてるんですよね。それがすごい可愛いなと思ってます。でただこれ鍵編みニットっぽいような感じなので、お腹に1枚こうなんだろうな、黒いキャミソールとかを着ないと下着が透けちゃうので、ちょっとね、なんていうんですかね、あとでこれもアップで紹介したいんですけど、ちょっと透けるかなっていう感じです。でもすごい可愛い、これからの季節にめちゃめちゃ使えそう、インしてきても可愛いしね、はい、着回せると思います。はい、アップで撮ってみました。こんな感じです。先ほども紹介したんですけど、ここの裾の部分がこう広がるフリルみたいになってて、それがすごい可愛いなと思いました。お袖もちょっと見えるかな、こんな感じにね、ちょっと波打ってる感じなんですよね、ここが、はい、普通のまっすぐじゃなくてちょっとこう波打ってるみたいなところも可愛いなと思ってるポイントです。はい、でちょっと襟を見ていきたいんですけど、こんな感じですね、可愛い。この襟がこう二重になってるんですよね、ちょっと先っちょのとこだけなんですけど、でこんな感じで、はい、ニットで作られてて、ニット素材でできてる襟ってすごい可愛いですよね。でしかも大きくてこうなんかハの字に広がってるタイプ、なんかこういうタイプだと結構なんかガーリーだけど、ちょっと広がってるんですよね、こういう感じ でそれがすごくこうデコルテ綺麗に見せてくれたりとか、トップス上半身の首の詰まりが気になる人、私結構こうなってるとなんていうのかな、すごい子供っぽく見えちゃったり、顔が余計丸顔に見えちゃったりするんですけど、ちょっとこういう感じでデコルテが空いてるんですよね。なのですごくスタイルよく着れるかなと思います。で肩こんな感じですね、はい、なんかもしかしたら肩幅この辺が気になる、バンって気になる方はちょっと違うかなかもしれないですね。上半身が華奢な人とかにはすごい向いてるトップスだと思います。はい、でちょっと襟を後ろの方も、はい、横はこうですね、可愛い、横から見てもめっちゃ可愛くて、で、はい、後ろですね、後ろも、はい、こんな感じで結構大きいビッグカラーになってるんですよ、すごい可愛いですね、はい、おすすめしたい
かなと思います。さっきちょっと透けるって言ったんですけど、わかるかな手入れてんだけどちょっとね、なんていうのかな、こう透けてるのわかりますかね、ここのところとか、はい、ちょっと鍵編みっぽくなってるんですよね。だからちょっと透けちゃうかなっていう感じはありますけど、はいね、でも中に1枚ね、何かしら多分これから秋冬になると着ると思うので、まあ、大丈夫かなと思います。はい、インして着てみました。こんな感じです。インして着るのも可愛いなっていう感じですね。割とボリュームのあるこういうスカートとかと合わせてこうレトロっぽく着るのも可愛いかなと思います。はい、最後に紹介するのがこちらのロングカフスリボンタイブラウス、私はオフベージュの M サイズを購入しました。そしてこちらのスカートなんですけれども、こちらもグレールのマーメイドスカートブラックの M サイズを購入しました。はい、上下ともにグレールなんですけれども、まずトップスの方から紹介していきたいと思います。こちらはですね、ロングカフスリボンタイブラウスということで、ここに大きいリボンがついてて、最初に紹介したワンピースも結構大きいリボンがついたんですけど、これも自分で結ぶタイプのリボンになります。結構リボンが太めですね、可愛いです。で、お袖のところが結構こうキュッと、ここでボタンが4つぐらい、後でアップで紹介するんですけど、4つぐらいボタンがついていて、このボタンもなんだろう、アイボリーっぽい色になって同系色で作られてるのがすごい可愛いです。でここがちょっと長め、お袖の部分がちょっと長めになってて、で肩の部分のボリュームはそんなにないような感じですね。ここにちょっとタックは入ってるので、こうデザイン性としては可愛いんですけど、そこまで肩がこうバフッとこうなんか大きく見えたりこうすることはないので、まあ、なんかそこは肩を気にされている方でも結構着やすいかなと思います。はい、こんな感じで可愛いですね。こうレトロな感じのお洋服はやっぱり秋冬着たくなりますよね。はい、で続いてこちらなんですけども、マーメイドスカートのブラックの M サイズとなります。素材が結構軽い感じで、もう夏のシーズンぐらいからずっと出てたかなっていうスカートなんですけど、すごくね着やすいし、ウエストの部分もきつくないので、黒だからね、すごいオールシーズン使えると思います。これは、はい、で後ろにこうチャックがついててっていう感じのスカートになります。はい、丈感もねちょうどよくて、これからショートブーツとかこうストラップ付きのパンプスとか合わせても全然 OK な丈感ですので、ソックス履いて、スニーカーとかそういう合わせ方もできるので、すごく万能だと思います。1個持ってるとすごい便利だと思います。はい、じゃあ、アップで紹介したいと思います。はい、アップで撮ってみました。こんな感じです。ここにボタンがついてるのがわかるかなと思うんですけれども、同じ素材のボタンがこちらの、はい、ここについてます。かわいい。結構ね4つボタンついてるとかわいいですね。なんか、はい、お袖もちょっとこういう感じでパフスリーブっぽここにキュッとなって、これがねすごいレトロっぽくてかわいいなと思いました。肩の部分はこんな感じで、そんなにそこまでなんていうのかな、こう肩がこう横に張って見えたりすることがないので、すごくこうすっきり着れるブラウスだなと思いました。首元はちょっとボリュームがありますね。でなんか大きめのやっぱり太いリボンなので、こういう感じで大きく、はい、やって、ちょっとレトロな感じでね黒いスカートを合わせてみましたけれども、こんな感じで着てみました。はい、ちょっと後ろも紹介していきたいと思うんですけれども、はい、後ろはこんな感じですね。なんか韓国のドラマとかでこう OL さんの女優さん、 OL 役の女優さんが着てそうな感じのブラウスだなと思ってちょっと買ってみました。はい、こんな感じです。なんかね、こうカフェとかアフタヌーティーとか行くときって大体座ってるから上半身が結構写真に写ることが多いと思うんですけど、こういう可愛いなんか上半身、こういう大きいリボンとかがついてるのを着てると結構写真映えもするかなと思います。こんな感じでした。最後まで見てくださってありがとうございました。他にもグレール1万円分動画やバッグの中身紹介などいろいろと載せておりますので、よかったらチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。